はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、恐竜デッキにですね、新たなるパワー、新たなる力、これがまあ追加されておりまして、こちらご紹介していこうかなというふうに思います。融合モンスターなんですけども、ヘルホーンドザウルスというモンスターですね。ヘルカイトプテラプラス恐竜族、またドラゴン族モンスターで作れる融合モンスターでございまして、これ何するかっていうと、融合召喚に成功した場合、デッキ墓地からフィールド魔法カード1枚を自分のフィールドゾーンに表に置くという効果があります。なんとこれフィールド魔法を何でもアクセスできるんですよ。これめちゃくちゃ強くて、なんかこの間実装されたあの自爆神みたいなモンスターと一緒で、まあ、何でもいいんですフィールド魔法だったら。でまあいろいろできるんですけども、ヘルホンドザウルスがいることによって。で、このヘルホンドザウルスを融合するためのヘルカイトプテラってやつがこいつで、このレベル4の数属性の強力属になってまして、自分のメインフェーズでできたら有効手段に加えるっていう効果と、あと、こいつが除外されると特殊召喚できる、さらに自分の墓地から融合回収できるっていう効果があって、まあ、めっちゃ強いんですよこれ。でこれヘルカイトプテラがしかも強力属レベル4なんで、割とベビキャラサウルスとかこのプチラノドンとかこの辺のモンスターでいくらと絞れるんで、まあ、要は卵を爆破するいつもの恐竜デッキの動きの中からこれにアクセスすることができるっていうことですね。で、融合をして、まあ、フィールド魔法を持ってこれるので、まあ、じゃあ何を持ってくればいいかっていう話ですけども、まあ、結構恐竜族デッキと相性がいい、まあ、フィールド魔法っていっぱいあって、まあ、ジュラシックワールドだっけ、とか、じゃあロストワールドか、ロストワールドとか、ロストって言うとめっちゃこれだ、ロストワールドとか、あと、まあ、ドラゴニックダイアグラムとかね、本当にいろんなフィールド魔法が相性がいいんですよ。神竜を持ってこれて、はい、めちゃくちゃ強いんですけども、まあ、今日は何を、まあ、発動するかと、まあ、やっぱり僕のチャンネルご覧いただいている方であればフィールド魔法といえばみたいなところあると思うんですけど、まあ、これですよね共闘ウォーターフロント、まあ、最強のフィールド魔法と言われてまして、これフィールドから持ち上げられるために怪獣カウンターを、置かれるっていう効果と、あと怪獣カウンターが3つ以上ある場合にデッキから怪獣モンスターというのに加われるという効果、そして、このカードが効果で破壊される場合に怪獣カウンター1個除くことができるという効果ですね。でこれで何をするか、まあ、当たり前に、まあ、怪獣出しますよね。ガメシエル君最強なんで、ガメシエルの4番の効果何回も言ったけどマジ最強じゃないですか。だから今回は恐竜デッキに見せかけた、ガメラデッキです。はい、恐竜怪獣デッキマジ強いから、ガメシエルマジ強いのよ。ということで、このガメシエルというカードのパワーをね、皆さんにご覧いただければと思いますんで、早速ヘルホーンドザウルスからのガメラ爆弾やっていきましょう。デュエルスタンバイ。うわー、ハンド強い。これは結構ハンド強い普通に。まあ、理想ハンドと言っていいですね、これ。化石調査発動します。化石調発動します。通ります。うららはなさそうですね。まあ、一応ミセラサウルス持ってきますか。ミセラサウルス持ってこさせてもろって、オビラプター召喚効果。無限法要、うららあり、ありますか？ないです。ベビーケラ持って、何やんだこれ、卵あんのか。まあでも一応手ベビーキャラ持ってきて、これね、基本的にはそのベビーキャラから行くのとプチラノから行くのちょっとね、若干展開変わってくるんですよ。ベビーキャラはベビーキャラを呼んでこれるんですけど、プチラノはプチラノは呼んでこれないんで、そこの違いがちょっと出てきて、まあ若干展開変わったりするんですけど、融合軸だと、はい、まあ、ちょっとね、融合軸とまあ若干普通の軸と、まあ、展開変わってきたりするところが、ね、あるんでね、まあ、そこが普通の融合しない型の恐竜と違うところではあるんだけど、とりあえずベビキャラサウルスを破壊してベビキャラサウルスを特殊召喚で、ベビキャラサウルスの効果を起動してデッキからモンスターを特殊召喚、これヘルカイトプテラを特殊召喚していく。でヘルカイトプテラが融合をサーチすることができまして、でこっからですね、新規の展開をお見せするのは、まずリンクリボーを、作りまして、はい、でこれは恐竜族以外の、まあ、モンスターを作りたかったわけですね。で黒シープ出しまして、で融合しまして、ヘルカイトプテラを融合素材にして、なんかね、謎のね、なんかモンスター出せるんですよこれ。
ヘルホーンドザウルスっていうんですけど、でこれでヘルホーンドザウルスの効果が発動して、でさらにクロシープの効果も発動する、クロシープの効果によって、リンク先に融合モンスターが出たんで、自分の持ちから、レベル4以下のモンスター特殊召喚できるんで、まあ、一旦オビラプターかなんか特殊召喚しときまして、でヘルホーンドザウルスの効果によって共闘ウォーターフロントを回収、そして、まあ、一旦リンク4しましょう。クロシ、ベビケラ、ヘルホンド、リンク4分で、3体ですからデッド。でそうするとなんかカウンターがめっちゃ乗りまして、で京都ウォーターフロントの効果によって、バケモンを持ってくることができる、これがバケモンです、はい、バケモンモンスター、究極進化薬の効果発動、究極進化薬によって、ヘルカイトプテラと種族属性が、恐竜族以外の、モンスターを、ゲームから除外するとアルティメットコンダクターティアノが爆誕する。でアルティメットコンダクターティアノが爆誕してスカルレットの効果と除外されたヘルカイトプテラの効果、除外されたら自分が特殊召喚できて墓地から融合を回収できる。おいで、特定のカードをもちろん手札に加えていく。ここで融合、そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エキシード召喚現れろ、エボルカイザートルカ、こいつはあのモンスター効果も構築するやつですね、はい、そして、スカレットの効果、手札からモンスターを特殊召喚現れろ、怪奇怪獣ガメシエル爆弾これ何妨害なんだろうな、実質ちょ何妨害あれか分かんねえけど、なんか無限妨害みたいなのがある俺実質な、これ最近あの龍実況チャンネル、自分の3戦目の動画でめちゃくちゃガメラ出されてやられてるっていう説ありますけどもたまには自分も出しますはい、財宝会どうぞ。これ、まあ、ガメシエルちゃんのすごいところはですね、怪獣カウンターを2個取り除くとモンスター魔法トラップカードの効果何でも無効にして除外できるっていう効果がありまして、で共闘ボタンフロントっていうのはフィールドから墓地のカードが送られるためにカウンターが乗りますので、まあ、実質カウンターが無限に乗っていって、まあ、ガメシエル君の効果を無限回使えるとは、ちなみにガメシエルの効果の、無効にする効果に単一制限はありません。一応効果発動だからあれだね、あのジャガン神殿のなんかその出てくる効果止めればいいね、これ。はい、ワンチャンある、まあでもモンスター出さないから、まあ関係ないか。はい、全然問題ないです。ジャガン神殿ぐらいはもう余裕で通します。ちなみにガメシエル一応万能無効ではあるんですけど、カウンター5個しか乗らない関係上、共闘ボットフラントが。マジで脳死で使ってはいけません。マストカウンターは見極めて使う必要があります。はい。ディアブレスターの効果とかも通すわけないんで、あでもこれあれか、チェーン隠されんな、うざ、チェーン隠されんのうざ、うざいなまあいいか、チェーン隠されんのうざ、それはなかなかうまいな、ガメシエルの向こうをすり抜けてくるプレイングな、これ。ガメシエル君もドルカも一応発動した時できる感じの効果なので、その直接支援した効果しか無効できないんですよね。あでも反撃の財宝は全然無理ですね。反逆の財宝とかいうカードは、ガメシエルちゃんの効果で一応無力化できますので、無力化していきましょう。さあどうしますか、対象、ガメシエル。まあもちろんガメシエルの効果。怪獣カウンターを2つ取り除くことによって、相手が発動したマジックトラップ、モンスターの効果を無効にし、そのカードを除外することができる。まあこれちなみに除外せずに墓地に送るだったら無限にカウンターが乗ってやばいことになるんで一応除外してます。まあ、除外も強いんですけどね、十分。まあ一応ですね、万能無効ではあるんですが、あワンチャン作りに来てんな、相手。いや、これカウンター乗せとく説あるな、これ。もう抹殺の指名者打っといて、ちょっとカウンター1個乗しとくわ。これね、京都ウォーターフロンテッド絶妙にカウンター5個だからさ、ガメシエルのね、効果がね、要は2回使うと1になっちゃうんですよ。だこうやってなんかフリーチェーンで墓地送れるカードを採用しておくと実質3回無効できるんで、なんか何でも、はい、こうすると抹殺の指名者が墓地に行くんで、カウンターが4になって、まあ、また何でも無効が2回になると、はい、これさスカルネット偉くね、こうディアベレスター殴れないもんな、ドルカを、はい、まあ、殴ってこようもんなら別にそれはいいよ、殴ってこようもんなら、アルコンで、全部裏にしちゃえば、まあ、関係ないですけどね、
アメシエル3300守備抜けないもんな、普通の普通の一般ピーポーは抜けないでしょ多分。ガミシエルの横3300、ワイトバーチは横差できるぞ。さあワイトバーチが謎にサクリファイスアニマやるやんけ、サクリファイスアニマやるやんけ、サクリファイスアニマの効果起動するってか、まあ、ドルカの効果起動できるからこれね。ああ、まあそうですね、まあドルカの効果から起動するか画面支援の効果から起動するか、まあどっちでもいいんだけど、まあ一応ドルカの効果を起動しまして、カードを、素材を1個吐くと相手が発動したモンスターの効果を無効にして破壊することができます。であと手札が3枚なんで、画面シエル君の、まあ、何でも無効2回とドルカの効果1回無効があるので、まあ大体無理、まあ、手数は出るんですけどね、画面邪眼神殿って大体結構あると。でエクセル効果発動する、まあ、許すわけねえだろうと。許すわけねえだろうがドルカでよかったな、許すわけねえだろうが。まあでもエクセルはね除外したしといた方が強いと言われてますんでね。はい、さよならこれ絶対返せなくね、怪獣は怪獣で処理できないしな。墓穴の指名者、なるほど、あーどうぞどうぞ。ちなみにエクセルは絶対止めてください。あのクリカラ天道っていうガチで、はい、さよなら。クリカラ天道をサーチされると終わるんで、皆さん怪獣映画って見たことあります？まあ、ゴジラとかは多分皆さん見たことあると思うんですけど、あのね、僕がね小学生くらいの時かな、なんかガメラが結構流行ってたというか、結構割と人気でして、流行ってたのかな、あのねガメラ俺すげえ好きだったんですよ。まあガメシエルもだから、まあ総じて好きなんですけど、ガメラめちゃくちゃ面白くて、まあね平成ガメラって言われてるやつですね。ガメラギャオス、ガメラ VS ギャオスと、あとガメラ VS レギオンと、あとガメラ VS イリスっていう、まあ、3部作がねやってたんですけど、これねマジでね名作なんで、今見ても多分ね結構面白いので、ちょっとねまだ見たことないというね結構まあ、若年層の方ぜひねちょっと見てみてください。多分なんか DVD とか配信版とかあんのか分かんないけど、DVD とかは絶対あります。はい、配信どっかで、配信サイトとかであんのかあんのかな、ありそうだな、東映アニメーションみたいな、なんかそういうところでなんかやってそうな気がするな、わかんないけど。おすすめはちなみにまあ1、2、3全部おすすめとなってますんで、まあ、よかったら全部見てください。はい、マジで面白いんで、まあ、とにかくね、まあ、どれが一番好きかっていうと、まあ、今回のプレイヤーネームになってるんですけど、ガメラ VS レギオンがめちゃくちゃ好きで、ピュアリーボ来るんだ、へえ。ガメラ VS レギオンマジ名作だったんだよな、めちゃくちゃ面白かったんですよ。ちょっとレギオンの気持ち悪さも相まってね、なんかねすげえ面白かった記憶が、今未だにちょっと見てみたくなるときあるもん、うん、ちょっとこの動画の編集終わったら見るわ。ガメラはねあれです、地球を守ってる守り神みたいな存在で、なんかその地球外生命体とか、なんか地球に異変が起こると海の中から姿を現すっていうそういう話なんですよ。地球をずっと太古の昔からずっと守ってくれていたクソでかいカメ、これがガメラです。でなんか地球に異変が起きたのがレギオンっていう、なんかその地球外生命体みたいなのが嫌いしたり、イリスっていうなんかヤバすぎるなんていうの、触手みたいなやつがこうでかくなって育ちきったりとか、あとギャオスっていうねなんかクソでけえ鳥がこうなんかその突然変異とかで現れて、こう地球の環境を破壊しようとした瞬間海の中から現れてそいつらを倒してくれるっていうね、そういう話なんですけどね。まあ、簡単に説明すると、はい、マジで名作なんだよな。フューチャーナンバーゼロ未来竜王ホープまでは行くそうです。これピュアリープ捨ててたけど、これ2枚目とか入ってるんかな、相手これでリープってこと、あストリート、へえ。リープ2枚かぶっちゃってこと、あれなんかでもさっきさ速攻箱をサーチしたっけ、ちょっと全然覚えてない。ガメラトークしたら全然わかんないよ、相手の手札なんだっけこれ、やばすぎ。なんかピュアリー展開投げんだよな見てらんねえんだよな、いちいち。ウェピュアリープランプの効果によって、素材を吸収して速攻魔法まであるんかな、相手これあったら普通にあれか吸収して5歳になってノーアール来るか。まあ一応ガメシエル君がね
見守ってくれてるんで、まあ、どっちかは勝ります。ノワールか、ビアリオ、どっちかは。あ、ストリートか。なるほど。え、ピュアリープねえの？なんか、初手でさっき知ってたけど、ピュアリープ。その手が何、まあ、とりあえず、プランプの効果によって5歳になるけど、それエンドフェイズだから遅くねえか。その変身できてねえぞ。プランプ3600は別にほっといていいもんな、これ。プランプの効果、あ、まあ、どうぞどうぞ。あ、あれか、ワンドローする効果、3P の付与効果ね。ああ、いよいよ。それはまあ全然 OK。全然 OK っす。未来竜王だけじゃない、だって妨害これ。なんか、相手酔わない。なんかわかんないけど、未来竜王処るわ。とりあえず、はい、じゃあさよなら。これが怪獣の強さ。圧倒的最強、ガムシエルを爆弾させて。さあ、どうする。さあ、化石調査を発動するぞ。化石調査によって、サーチングすると恐竜族モンスターを、いいか、お、なんか通るな。オビラプターをオッティクダに加えさせてもらうぜ。そしてオビラプターを攻撃表示で召喚、効果を発動するぜ。オビラプターの効果によって恐竜族モンスター一体をオッティクダに加えることができる。相手うららとか G とか持ってるかどうかはゲーミングだな。あとはこのドローで引いてるかどうかはゲーミングだよね。でとりあえずミスラサウルスの効果起動しまして、でミスラの効果で、このターン恐竜族モンスターは効果を受けなくなりました。そしてミスラサウルスの効果、このカードをゲームから除外し、レベル1の恐竜族モンスター一体をデッキから特殊ができる。あー、なるほどね。はい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 。まあ全然無理ですね。ちなみにカールウラとかいうカードマジ重いんで、ミスラが守ってくれるのはフィールドのモンスターだけで、そのミスラのリキュルト効果とかを全部普通に止められるんで、裏で。なので、これはまあ、墓穴を打たざるを得ない。はい。で、まあ、なんか、相手妨害薄すぎて余裕だな。なんか未来竜王が一点初めてなんか多分ね、ここ、どうするかなってなるわ。俺の手札ね。で、究極進化薬、ビビケラサウルスの効果起動。ビビケラサウルスの効果によってデッキから特殊召喚するのは、何持ってんだこれ。グラウンドってのあんのか。まあでもこれプチラノドンだな。プチラノドンを特殊召喚します。これどうすっかな。あとはなんか処理すれば多分ワンキル取れるよねこれ多分。リンクリボーを出します。多分チェーン的には多分あとはもう誘発多分何もないんだよな。これ多分リープだろうさ、チェーンしてんの多分だけど。で、オビラプターの効果起動します。プチアの爆破して、ベビー&ケラーサウルスを特殊召喚。で、プチアの効果起動、ゼノメテオロス特殊。グラウンドゼノぶち込むか。グラウンドゼノぶち込んで、あ、やべ、俺これあれだっけ。あ、ちょ、ミスった。あれ、俺ゼノメテオロス2枚入れてたんですっけ。ちょ、ミスった。普通にミスった。やべ、ちょ、ゼノメテオロスもう1枚あるかと思った。もう1体出てくる手はずだったんだけどな。まあ、ちょ、スプライトエルフ打つか。あれ、俺2枚入れてなかったっけ。で、スプライトエルフ、爆弾。で、スプライトエルフの効果起動。自分の墓地から、ベビーキャラか。ベビーキャラってかあれだな、ゼロメテロス出すと間違えてるのこれ。で、プチアノドン爆破して、フロストダルスがなぜか手札から出てくる。めっちゃ弱えこれ。マジ弱えこれ。これ意味ねえことしたな。マジで意味ねえことしたな。これ一回ヘルカイトプテラで手札コスト稼ぐか。でヘルカイトプテラの効果で、融合を持ってきて、ほんで、ちょっと少々お待ちください。まあ、一旦ラーズ出すか。一旦ラーズをリンク先に出し、エボルカイザーラーズ出し、融合しますか。グラウンドゼロで融合すればいいか。ちょ、わかんねえ。やっぱちょっと待って、わからんくなってきた。これなんか、伊達低くなってない？これ大丈夫これ。でもちょっと、ヘルカイトプテラ除外したいから、ここはちょっとさすがにこういう融合するしかないよな。
ヘルホーモザウルス効果は、おいちゃめだ、これ、ガメシエルいるわ。ガメシエル、あぶねえ、あぶねえ。ガメシエルおったわ。ガメシエルいる状態で、京都ウォーターフロントを撃ってしまったら、相手のガメシエルの効果起動されるからな。で、アルティメットコンダクターティアの爆弾させて、で、除外ゾーンの、ヘルカイトプテラ効果発動して戻ってきて、OK。で、まあ、バトルフェーズ入りますか、これで。はい。さあ、アルティメットコンダクターティアのは、全モンスターにぶん投げることができますんで、吹き飛ばしていきましょう。さあ、相手のチビヨジモンスターを墓地を食って旋盤。ストレイピアリーストレイトの効果、自分のデッキ墓地からレベル1のピアリーモンスター特殊召喚とマイフレンド、あ、これダミステだからラーズ発動機や、これ、うわ、ダミステだからラーズ発動機や問題やば。ラーズはね、発動無効じゃないんですよね。なんで、普通にダミステの効果は起動できますが、まあでもこのターンで勝てば関係ない、このターンで殴り抜けば関係ない一切。さあ、ガメラ VS 何これ、ゴジラかな。まあ、アルティメットコンダクターティアのゴジラみたいなとこあるよね。ガメラ VS ゴジラ、ガメラ VS ゴジラ始まりました。これが噂のなんか的増えた。やった。アルティメットコンダクターティアのはちなみに全モンスターに攻撃あります。全モンスターにぶち込んで、おい。二度と下がらないよガメラ。うわー、おらー、対戦ありがとうございました。なんかすげえ雑な展開したけど、まあまあいいだろう、勝ったから。あー、ハンド強いっすね、ハンドめちゃくちゃに強いっすね。これは圧倒的最強ハンドまである。さあ、オビラプターを爆発させますけどもよろしいか。さあ、オビラプターの効果を起動して、まあ、ベビーキャラインのか、なるほど、ベビーキャラインならこれゼロメテルス持ってきちゃうか。まあ、あとは卵破壊するムーブなんだけど、これ相手なんもなさそうっすね、これね、何にもなさそう。お前何もなかったらさすがに死ぬぞ。ほら、ボッケ返してるもんなら返してみやがれ、ボッケ、こらつえつえ、マジこのデッキ最強だな。なかなかこの盤面作られたら大体返せませんよね。まあ、でとりあえずこれ返しのターンの怪獣までサーチしちゃうってね、やばいこと起きてますね。さあ、カード1枚セット。よし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 。さあ、シルーケー。今、モンスター向こう2回、何でも向こう2回、ハカーナ、アルコンでまあ全部裏守備みたいな感じですね。あ、ゼロ妨害です。ゼロ妨害です。ゼロ妨害になりました。12時の開局やばない。あ、12時やばない。ちょっと待って、12時やばない。ちょ、話し合いませんか、話し合いましょう一旦。やっぱちょ、話し合えば分かりますって。あかんっすね。ゼロ妨害。ゼロ妨害。やっぱちょっと魔法トラップカードないときついか。こういうこと起きんのか。いや、メインデッキから冥王結界が入れてるのマジっすか。運命の旅路だと、やばいって。あー、やばいやばい、ちょっと待って、ガチでやばいこと来た。ちょっと待って待って、さすがやばい。それはシルビアまでセットされちゃう、シルビアまでセットされちゃいます。やばやば、こいつ反応、これ犯罪でしょ、これ通報していいよね。どんな得積んだらそんな後手ハンドになんだよ。やばいだろこれ、やってるだろこれ。ノーカンノーカン。